皆さん、こんにちは。私はレブです。よろしくお願いします。カエルさん、チャレンジをありがとうございました。私の日本語は下手ですが、頑張ります。ポリーさん、私の髪もカットしました。どうでしょうか？今週のテーマは、夏予定。この仕事は8月に終わりますから、イギリスに戻ります。その後で私は友達の結婚に行きます。8月の第2週末、私は特攻夏日本文化祭に行きます。と、それは毎年のみたい。その時にビール飲んだり、ゲームやったり、友達と喋ったりします。トコナツは英語で Eternal Summer と言います。その文化祭は10年間前行きました。本当にびっくりしました。もうまだ決まってないですが、多分アメリカに行きます。例えばビットコンやコミックコン、どっちの方が楽しいですか？多分ニューヨークシティからサンフランシスコまで、ウィスルストップツアーみたい。今年の9月から来年の6月まで私は大学の4年生になります。そうしたら時間もお金も足りませんからつまらなくなります。オタクの喜びはついにゲームオブスローンズを見ます。シーズン1見ました。すっごく楽しかったですね。一番好きなキャラクターはダネリス・ターゲリアン。第二番好きなキャラクターはティリオン・ラニスター。オタクの質問は、それです。私は日本語を勉強しています。あなたは外国の言語を勉強しますか？そうですね。終わりました。じゃあ。またね。